was following orders. What about Chief Denham? Well, he moved up from the rear already to support Gene's attack. And you verified that the Federation has mobile suits? Sir. Take as many pictures as you can, and only retreat if it becomes risky, Slender. Yes, sir. What'll we do? I'm surprised Denham wasn't able to control a rookie. Dren, take us closer to Site 7. I may have to go down there myself. Right. Get over! Hurry! Run! This mobile suit, it's all computerized. A self-learning computer? No wonder Dad's been so secretive. はい、まず1個目ですね。こちら B プラス ING になってます。そして B 動詞の部分がこれ過去形になってます。過去進行形と呼ばれるものですよね。私は命令に従っていましたよ。で、それに対してこんな風に言われます。 What about Chief Denham? デニム総長についてはどうなんだよっていうことなんですが、これ、まあ、これぐらい問題なく読めるよって思う人も多いと思います。ただですね、こちらの文章、私ここまで考えて英語を喋ったことがなかったんですが、 How about と比較すると、あれ、そう言われてみればこの2つって日本語にすると一緒じゃんですよね、なんですがこれ使い方が違うんですよ、What about の上の方ですね、これはAditional question、 もう一個聞くけど何々はどうなんだよみたいな感じです。追加の質問をするときに使われるようですね。それに対して下の How about、 これは何か提案するときに使われます。何々はどうですかとか、何々しませんかという提案です。なので日本語にすると何々はどうですかになるんですが、こういうチャンスでね、頭の中整理させるといいと思います。 Well, he moved up from the rear already。彼はすでに後方から進んでいますよ。 To support Gene's attack。 サポートという動詞の原型をボンと指しています。これが不定詞です。 Gene のアタックをサポートするためにねっていうことです。 And you verified。 で、お前は確認したんだよな。何を？これ、 That the Federation has mobile suits。 That は指しています。これ確認したんだよね、連邦がモビルスーツを所有しているっていうのを確認したんだよなと言っています。はい、こちらの文章なんですが、これ take 動詞の原型から来ているので命令形、そして as as なんですが、この as は米印、 as as の文章はこの as のついた many pictures と as you can、 you can の部分、これが天秤で釣り合っているような感じです。まあ、これで言ったら as many pictures と as you can、 これが釣り合っている。だからできるだけ多くの写真を撮れよということです。で、 and only retreat、 で、ただ撤退しろよ。この後ですね、ちょっとこれ入りきらないのでもうちょっとずらしましょうか。で、もし危険になったら、 if it becomes risky、 もし危険になったらね。で、最後にスレンダーよなんですが、このちょっと色の変えてある becomes の部分なんですが、これ高校で習うと思うんですが、この時や条件を表す副詞節の中では、未来のことでも現在形で表しなさいよというこのルールです。こういったことで英語が苦手になってしまう人、ものすごい数がいると思うんですが、そんなに難しい文法思考では実はありません。名前がね、タイトルがすごい、なんかこの勉強嫌いな人のね、この心に針を刺してくるようなね、そんなタイトルなんですけれども、まず副詞節の副詞、形容詞と副詞がごっちゃになってる人のために、こちら名詞を修飾するのが形容詞です。それ以外は全部副詞だと思ってください。形容詞はわかるよと、美しい花の美しいでしょと、名詞を修飾する、そういったものが形容詞っていうのはわかっている。でも副詞っていうのは一体何なんだって思ってる人がすごく多いと思います。形容詞以外の修飾語句は全部副詞なんですよ。そうやって覚えると簡単に覚えれると思います。で、あと節なんですが、主語と動詞の塊、これを節と言います。なのでこの主語と動詞の塊の節が副詞的な役割をするのが副詞節ということです。あんまり難しく考えなくていいと思いますけれども、それくらいの知識でいいかと思います。じゃあ実際の文章で慣れていきましょうか。はい、 I'll call you、 俺電話するよ。 Will っていうのは意思予測です。
これからすることを頭の中に思い描いてですね、俺絶対電話すっかなって言ってます。で、この中なんですが、 When I get to the station、 ここなんですよ。駅に着いたら、これって駅に着くのって未来の話じゃねえの。だからみんなウィルをつけて間違えてしまうんですが、ここではウィルはいりません。駅に着いたらここにウィルが入ると厄介ですよね。私が駅に着く、なんか意思予測、駅に着くだろうな、ではないですよね。で、なんでここで、じゃあ現在形を選ぶのかといったら、現在形っていうのはそもそも現在の事実を表します。で、この駅に着くというのが事実になった時っていうことです。いいですか。だからここではウィルがいらないわけですよ。これが時や条件の副詞節の中では、未来のことでも現在形で表しなさいよというのは、そういうメカニズムから生まれてます。じゃあね、違う文章でもう一回見ていきましょうか。 I'm gonna read a lot of books。 私はたくさんの本を読むつもりだよと言っています。 Be going to do はもうそっちに流れているってことですよ。まあ、前回出たと思うんですが、 Be going to do っていうのは do の方向にもう進んでいる、だからするつもりだよとかする予定だよという意味ですよね。で、 while 何々の一方で、何々の間っていうことです。 I'm on vacation、 休暇中。ここでも I'm on vacation、 I am ですよね。これはやっぱり事実、私が休暇中という状況になった一方でっていうことです。ここで will be going to もちろんいりませんよね。私が休暇中だろうなと言ってるわけではないから will もいらない、 be going to do でもないということです。はい、こちらの文章ですね。 What do we do、どうしましょうか。この would、 これは意思予測の will の過去形。さっきの will みたいにはっきりとはしていません。もっとぼやーっとした感じです。なぜなら過去形になっているからです。過去っていうのはね、ちょっと弱々しいようなそんな表現です。だから、どうしよっかなーみたいな感じですね。まあ実際にドレンはね、そこまでぼやーっとした感じはもちろん言ってませんが、これ相手は上官なので、丁寧なこの控えめな表現ということで過去形を採用しています。I'm surprised。 私は驚いているよ。なんで？何に対して？これです。デニム wasn't able to control a rookie。 デニムがルーキーをコントロールできなかったとはねって言ってますね。はい、ちょっと難しいですね。メイが出てきました。私はかもしれないなと言っています。メイっていうのは許可の裏表、許可を出す側、許可を得る側です。この場合はこっち、お前脈ありだよと言ってます。これなんで脈ありいいよって言ってるのかって言ったら、その可能性ありよっていうことです。だから私は have to go down there かもね、その可能性あると考えてもいいよという意味で許可です。で、 myself、 ここなんですが、自分自身がなという追加情報、まあいいじゃねえかって思うかもしれませんが、これも by myself、 自分自身でっていう時もありますよね。これどういう違いがあるのかといったら、 by っていうのはそばっていう意味がありました。だからこれ自分自身のそば、だから alone っていうことです。自分が自分自身のそばっていうことは自分しかいないことになります。で、自分自身によって、だから一人でねっていうことです。じゃあそれに対して上はどうなのかって言ったら、 instead of someone else、 誰かの代わりにっていうことです。他の誰かの代わりに自分がということです。だから一人でねっていう、そのアローンの意味ではないよということですね。こういった使い分けがあるようです。 Dren、 take us closer to side 7、 サイド7に我々を近づけてくれ。まあこれは問題ないと思います。命令形ですよね。 This mobile suit、 このモビルスーツ、 It's all computerized、 いや、すべてコンピューター化されてるわって言ってますね。このB プラス過去分詞、受け身になっています。コンピューター化されているということですね。 A self-learning computer、 自己学習コンピューターだってみたいな感じです。 A self-learning、 この部分は種類程度になっています。ただのコンピューターではありません。種類としては自己学習のコンピューターだから前に置かれています。 No wonder、 ゼロの不思議だ、不思議なんかないねって言ってます。 That has been so secretive、 父さんがずっと、現在完了になってます、 has been so secretive、 ずっと隠したがってるの
ゼロの不思議だ、不思議なんか全くねえなこりゃっていうことです。そりゃそうだよね、これ言わないよねってことです。今回も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。今回私3連休で2本も動画を作っちゃいましたので、またすぐに出すことになると思います。ぜひ日頃の勉強に活用してやってください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。